りあえず3ヶ月、はい、まずはダイエット。ああ、そう、ちょうど。そう、ちょうどいいから、3ヶ月経過を見て、はいはいはい、で酒も控えてくると。ああ、そうですか。3ヶ月間。ああ、3ヶ月。飲むなとは言わないけど、頻度を控えると。まあ、9ヶ月です。そうそう、まあ、多分飲む量も減らせると思うんで、1回に。でもちょうどいい機会、ちょうどいい機会に、はい、参加です。ちょっと脅されないとなかなかステーキが入らないというか、ドクターストップ入りましたって言えば、はい、ちょうどいいんでね、いい機会です。そうですね、うん、去年より3キロぐらい太った。やっぱり太ってる分で血糖値もギリギリ、はい、敷地っていうか、はい、前の日飲みに行っちゃったんですね。あまあでもそのありのままで、ね、ありのままゴルフ、はい、ゴルフしてそのまま飲みに行ってたんで、はい、なるほど。なんですけど一般的なサラダ油ってどうやって作られてたか知ってますか？まあ原料って大豆とか、今のといろいろじゃないですか、スーパーで売ってる。あれから油を抜き取る過程で、ものすごく高温で処理してるんですよ。はいはい、酸化しちゃってるんだ。そう、もう完全に酸化していて、油としてはもうほぼ食べ物じゃないじゃないですか。はい、だから、その外食とかだと、もう、限りなくその油なんで、なんか自然の油じゃないから、ね、エネルギーとして使われないし、体に機能しないんですよ。それってさ、これ今、うち米油使ってるんですか？はいはい、米油も一緒かな。米油も一緒です、ね。原料の問題じゃなくて、作り方、ね、コールドプレスとか、低温圧縮とか、はい、エクストラバージンっていう言葉が、生で絞ってる国なんですよ。はいはい、でちょっと高いんですけど、それをもう選んだ方がいいと思う。なるほどね。はい、米がさ、はい、いいって言われたりとかってさ、はい、今、あれ取ってるんだよな。ふるさと納税ですよ。ああ。わざわざ米を取ってる。普通のペットボトルに入ってるやつですよ。でかい。あ、そうですね。だから、それは、そうか。原料の問題じゃないですけど、低温の問題。あれ、ごま油もね、低温の担当者。あります、あります。そういうのもあります。海外でね。はい。山やのなんとかって定番のやつはあれだもん。どうですかね、そのいくつかの作り方があるのかもしれないですけど、ただ基本的にはやっぱり調理に油を使わないのが一番いい。日本食ってそもそも薬味の店で、フライパンに油を引いて炒めて食べるスタイルじゃないので、だから昔の日本食に近づけるのも理想ですね。何十年か前に、日本の1000カ所の村を訪ね歩いた人が本出してるんですけど、短命と長寿に分けて、で、共通点が、短命の人は白いご飯が食べてる人、それから大きな魚の切り身を食べてる人、で、お肉を食べてる人、で、長生きは野菜中心、はい、で、なんか、人参とカボチャいっぱい食べてる人が長生きだって、その人は結論付けてるんですけど、はい、もうでも40、50年前に、もう自分の足で全部買って、そういう結論を出した。なんか京都かな、はい、山の方っていうか、日本海側の方で、はい、長寿の村があって、はい、そこって何がっていうか、平均、はい、日本平均の何倍だとか、海藻とか、あ、なるほど、まあ、ワカメとか、ひじとか、そうですね、そういう。平均摂取3倍だか4倍だか取ってたって、そこの町は。やっぱり海藻がいいらしい。日本人は昔から食べてるんですよね。日本海側って結構昆布とか水が北前線が来てるんで、みんな昆布のを使ってる料理って結構あるんですよ。はい、それでは、どんどん行きます。メニューをちょっと追加してやっていきますね。はい、じゃあ足の曲げ戻しから用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、転がって10と2とですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、おへそのぞき1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら、四つん這いになって、はい、マウンテンクライマーっていう書かれてる。
腕立て伏せの形で、こう、そうですね、山を登るときに、おお、これを10回、これを20秒いきましょうか。20秒、はい、そうです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 、あと10秒、きつい。オッケー。それはそのまま、あの四つん這いで、いつものバックキック。よーい、スタート。結構きついです、きつい。マウンテンクライムきついです。うん、あれを聞いた。2周目いきます。はい、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ポン。OK。せーの、バックキック。1、2。ちょっと休憩します、ね、聞きますか、結構聞くわ。どこがきついですか、マウンテンクライム。腹ですか。腹ですよね、うん、どうですか、3周いけますか。はい、行きまーす。足の曲げ伸ばしスタート。8分弱ですね。きついわ。もう体ももうちょっとずつできてきてるんで、最初からこれやったら大変だと思うんですけど、はい、いやきつい。あとじゃあ一呼吸ついて、はい、あとダラダラゆっくり自転車こいで、はい、不思議と多分 2,3 回やると、うん、もう今日の苦しさじゃなくなってくるじゃないですか、すぐ適応するんで、はい、そうなんだね、はい、最初の1、2回なんですね、きついの。